こんにちは、コーデックスプランツのハチです。今日は栃木県にある、大正堂さんに来ております。今日はマダガスカルハイキングさんの、入荷した株が売られるということで車でやってきました。では今日もよろしくお願いします。あん中にもあるっていうことかな。ある？あれだ。あった。へえ、すげえ。これは多頭ゾーン。これすごいな。割り方がすごい。これも面白いよね。なんかこれ裏ケース。ね。何これ。回録。ああ。なんかいいね。はい、あんま見ない。あと肌質の感じ。あんまり見ない、ね、さっきの人買わなかったんだね。買わなかったですね。これもね手に取るよね、うん、あ、こっちだこっち、うん、かわいい、かわいらしい。この赤肌も良かったよね、はい、ね。ああ、かわいい。枝短いしね。うん。バランスいい。うん。はいはいはい。え、すげえ。面白。かわいい。あれ、こんなんあったっけ。これなんかかわいい。かわいい。カニが手を挙げてるみたいな感じ。どうしよう、でも元が高すぎる。そうそうそう。かわいい。これもな、変態系だな。水平。なんだろう、エイリアの手みたいな。これ石化なんだっけ。これは普通、普通の担当、普通か、はい、そうです。なるほどね。じゃなくて普通のノーマルタイプ。これが石化。これ石化ですね。どこが石化なんだろう。あ、でもこの辺りか、うん、っていうこと。そうですね、石化、この辺。なんかそういう風に枝が生えてるの珍しいよね、うん、上の方で、うん。これね、これのサイズ感的に俺好きだな、うん、かります。ちょっと枝切っちゃおうかなって感じするけど、うん、これいいよね、はい、他にはこれは魔界？これ魔界かな。魔界ですね。でけえな、このサイズか、でか、うん、あー、はいはい、ね、これ好きな人めちゃめちゃ好きだよ。手みたいじゃない、うん、そうですね。これ発根済み、ま、管理中かな。管理中の、はいはい、バキですね。どうなのか、これね、うん、
なるほど。この辺り、ああカニね。カニキリス。これね。面白い。あれか、これね。あのオーソドックス、王道。はい、王道の。王道だね。タイプです。うん。もうちょっとでっぷりしてれば。うんうんうん。まあでもなんか重心が結構下に行ってて結構好きだけどね。下重心で。うん。面白い。あとは気になるのはこれ気になったんですよね。ああこれね、この斜めになってるやつね。斜めの植え込み方、うん、まあ手根が多分斜めに植わってるからこういう植え込みなんですけど、うん、これはこれでいいなと。これかっこいいよね。かっこいいんですよ、うん、お尻も綺麗な。そうそう、フォルムで鉢をねちょっと合わせてあげたい感じだね。これは、なんだ、治んないのかな。もう治んないんですかね、手込みは。発根はしてるのかな、うん、そうですね。うん。それだろう、水吸っても治んない。そうね。あとこれね、これ好きな人は好きな、この枝折れで角になってるやつ、ね、枝折れ角で。そうそう。これかわいい。これ諦めて、ね、これちょっと最後まで悩んだやつ。そうそうそう。まあでも金額からしたら全然いいよ。いいですね、うん、フォルムと。そうそうそう。あと枝の多さと、うん、短いしね枝ね。うん。この辺りは多頭と大株か。あーこれも面白いな、なんかあんま見ない。そうですね、盆栽っぽいですね、うん、なんだろうね、面白いね。なんか老化部感出てません？うん、たるみが。そうそう、シワの感じね、うん、とこれ枝折れが多分なくなっちゃったんだろうね。これなんか縛ってるね。そうですね、縛ってますね。まだ吸ってないのかな。まだ吸い切ってないのかな。うん、やっぱこの3頭残るんですね。これちょっと映しても大丈夫ですか。これいいですね。この3頭面白いですよね。こうか、こっちの方がよく見えるか。あーこれ面白いな。変態ですね、すごいな。これは、うん。これ石化なんですよ。ああなるほどね。石化なんですね。これ、突破石化。ぐじゅっと。微妙に。このピンポン玉残ってるじゃん。あ、ちっちゃいの。かわいい。かわいらしい。かわいいよね。はい。これかわいいな。このちっちゃいゾーンあんまり見てなかったな。そうですね。なんか。ああ、これね。ああ、これかわいらしいですね。いいね。ちゃんと。うん。あ、じゃあ先に。これはグロボウサか。迫力あるよね。なんか片手で持てるぐらいのグロボウサさ、ちょいちょいインスタで見るよね。うん、そうですね。あれかっこいいよね。かっこいいですね。うん。あ、なんか枝がどんぐらい伸びる、管理がどうなんかなっていう心配はあるけど、かっこいいんだよね。うん、この辺りは魔界遠征かな。
いいですね。次欲しいな。この辺りのカキプスも結構面白い形のやつが揃ってますね。どうだろう、まだハイさんかな。俺ムキムキしてて面白いね。サイズ感も正直いいよね。いいですよね、触り入るんですよ、うん、そうそうそう。これでも好きなんだよね。低重心タイプと、そう、ちょっと高いやつね。ちょっと上に上がってるけど、ボンボードタイプ、うんうん、これ両方とも結構どうなんだ、珍しい形してると思うんだけど、いい形です。うん、ノーマルがこのぐらいのよく見るんだよね。うん、ノーマルこれとかこっちじゃないですか、これ。ああそうね、これね、バランスもいいよね。うん、この辺りはユーフォルビアですかね。ちょっとあんまり詳しくないですけど、うん、オベサもちょっといつか欲しいなと思います。あ、これすごくない？これレッドキャットですか？わかんない。あ、やっぱりレッドキャットだ。あ、しまってるね。うん、この辺レッドキャットですね。うんうんうん。あ、こういう、これなんだっけ忘れちゃったけど、こういう冬型も気になってんだよな。電子方案ですね。うん、電子。万物草、うん、パリパリ。てか、つきすぎじゃない？つきすぎっすよね。すごい。ここまで見たことないやん。これ意外に安定してないです。気をつけないと。植えて全然立ってないらしいんで。刺しただけですよね。うん、そんな硬いんだ。そうですね。映ってる。映ってます。うん、そうですね、枝が、うわ、これはこれいいな、これいいですね、うん、バランスすごい。こっちですね。これがいいって言ってた。これです。これどう管理したらいいですか、万物草。はい、万物冬型なんですけど、はい、今回はね、ちょっと温度上げた方が出ますね。25ぐらい、30ぐらいで温室入れた方がいいですか。入れた方がいいです。あ、そうなんですね。で、ただ発根するとその温度だと葉っぱ落ちちゃうんで。発根すると高すぎるから落ちちゃう。発根させるのは高くないと、はいはいはい、出てこないんですけど。水やりって普通に乾く程度の、はい、上げちゃって。ああ、そうなんですね。すいません、もう一回聞いてもいいですか。発根ってどうやったら分かるんですか。僕が抜いちゃってます。なるほど、なるほど。冬型初めてなんですよね。抜くか。あとはですね、はい、押し水にすると根っこ出てくる。はぁ、ちなみにこれは管理し始めてどれぐらいですか。まだ3日目ぐらい。あ、そうなんですね。わかりました、すみません、ありがとうございます。はい、じゃあいただいてきます。はい、ありがとうございます。改めて本日購入した植物を紹介します。和名が万物草チレコドンレティキュラーツスっていう、ちょっと噛まずに言えないような名前の植物です。で、特徴的なのはこの黒い細い枝に見えるカケイっていうものが永続的に残ることです。で、特に今回購入した万物草にはこのカケイの部分がものすごく多いです。まるで金だわし持ってるみたいな感じですね。未発根で大正堂さんで植え込んで3日目っていうことで、今度の動画では、1回抜いてみて根の状態を確認した後に初めての冬型の発根管理っていうことで挑戦してみたいと思います。また大正堂さんでイベントがあるときはぜひ訪問したいなと思っています。
でまた大正堂さんネットショップもありますので、遠くて行けないなっていう方は、ネットショップ見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、だこの万物層ですね、めちゃめちゃかっこいい個体なので、発根管理頑張りたいと思います。はい、今回の動画は以上です。もしよかったらいいねと右下のボタンからチャンネル登録で、この万物層の発根管理の動画が公開されたら右上のボタンから見えますので、ぜひ見てください。それではありがとうございました。